こんばんは、森です。オスオス、黒だぞ。イダです。治水よ。さて今回ですけども、チャンネル開設2周年、そしてチャンネル登録者数1000人突破記念、ということで動画を撮っていこうと思います。もうそんなに経ったのか、あっという間だね。それよりも先に言うことがあるでしょう。登録してくださった方々、チャンネル登録本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。おかげさまで、無事に審査も終わって、収益化までたどり着くことができました。もう終わったのか、早いな。あれ、伝えてなかったかしら？聞いてないぞ。マークロはここ最近バタバタしてましたからね。そうでなくとも本当にあっという間だったので、そういうこともあります。別にオイラはいいけどさ、そういう部分は姉ごとモリーが管理してるんだしな。そんなに怒らないでください。今後はちゃんと伝えますから。悪かったわ。はあ、わかった。今回はそれでいいから進めてくれ。ありがとうございます。おほん。そんなわけでめでたく迎えた2周年とチャンネル登録者数1000人突破を祝いたいということで、治水様から普段やらない企画を考えてほしいと言われたので、あちらにも相談して今回は、YouTuber っぽい企画として、全員答える100の質問をやっていこうと思います。なんか見たことある企画ね。治水様からのオーダーですよ。私たちのこともっと知ってもらえる企画だといいわねっておっしゃったじゃないですか。言ったかしら。おいおい。とりあえず話を進めますよ。今回の100の質問ですが、治水様と私たち全員でやったら時間がいくらあっても足らないので、今回は質問を25個、それを私たちそれぞれで答えて合計で100個とさせていただきます。了解したぜ。それでいいわ。オッケー。でもモリーだけずるくないか？何がです？だって質問考えたのモリーだったら答えたくないことは入れないだろ。その点はご心配なく、今回の質問を考えたのは私ではないので、私も内容は把握してないんですよ。そうなのか。あっちの治水にお願いしたのね。そういうことです。ああ、なるほどな。あれ、あの人のことって動画では言わないんじゃなかったっけ？ああ。その説明はまたの機会にしましょう。今ここでするとややこしいので。そうね、そうしましょう。忘れっぽかったり、ぼろりしたり、姉も緊張でもしてんのか。いいから、モリー進めて。わかりました。というわけでごちゃごちゃしましたが、100の質問、やっていきましょう。というわけで私が質問を読み上げますので、順に答えていってください。では行きます。好きな食べ物は何ですか？焼き魚。イナゴの佃煮。サンドイッチ。私はイチゴですかね。こんな感じでどんどん行きますよ。次の質問です。好きな飲み物は何ですか？ミルク。ミネラルウォーター。ブラックコーヒー。私は普段飲むのはコーヒーですが、好きなのはイチゴミルクですかね。あら、そうだったの。あれ、言ったことなかったですっけ。ミルクって言えば、黒のイメージしかないわね。イメージって怖いな。イメージとは少し違うかもですね。さて次行きますよ。好きな色は何ですか？赤だな。赤だね。赤ね。赤？なんですけど、これだとわからないですね。もうちょっと具体的な色の名前で言ってみますか。具体的って言っても色の名前なんて知らないぞ。少し調べますか。というわけで改めて、好きな色は何ですか？オイラが好きなのは紅黄色らしい。僕のは黄色みたい。私のは、少し濃いめのボルドー色が近いわね。私はローズ色ですかね。これ言うだけでわからないんじゃないか。編集で色の見本を入れておきます。というわけで次に行きましょう。好きな言葉は何ですか？なんか難しくなったな。オイラは冒険かな。なんかワクワクするし。わからないからちょっと待って。僕は、なせばなるかしらね。あ、思いついた。小さいことからコツコツと。私は少し長いですが、見たび繰り返す。我らは弱者だ。いつの世も強者であることにあぐらをかいた者どもの喉元を食いちぎってきた。誇り高き弱者だ。以上です。モリーそれって。さあ次に行きましょう。嫌いな言葉は何ですか？突っ込ませない気かよ。まあいいや、オイラの嫌いな言葉は留守番だな。待ってるだけは退屈だぞ。僕は天才かな。僕は怠惰かしらね。私は締め切りですかね。ねえモリー。何でしょうか？なんか質問が一辺倒じゃない。こんなのでいいの？読み上げているだけの私に言われましても。あ、でも次のからは少し経路が変わりますよ。いいわ、続けて。ではお次の質問です。趣味は何ですか？オイラは釣りかな。僕は散歩。僕の趣味って何かしらね。無茶ぶりすることだろ。何か言った？オイラは何も言ってないぞ。治水様は何かに挑戦されることが趣味じゃないですかね。常に何かに挑んでいる気がします。ああ、
それは確かに。じゃあそれでいいわ。私は読書とかですかね。なあ、森。今度は何ですか？もう、そろそろいいんじゃないか。隠さなくても。な、何のことでしょう。その読書って漫画とか小説だろ。さっきの好きな言葉といいちょこちょこ漏れてるし、そろそろバレてると思うぞ。神聖ブリタニア帝国プレートか。森生き生きしてたものね。決してそんなことは。ペース上げていきましょう。次行きますよ。ま、森が認めないってならオイラはそれでいいけどさ。特技は何ですか？走ることとか。高いところに登ること。魔法の連続と速度とかかしらね。それって特技なんですかね。私は速読でしょうか。お次の質問です。今の悩みは何ですか？急に経路が変わったな。悩み。僕はね、もう少し動画に出れないかなって悩んでるよ。僕は、もっとチャンネルを伸ばす方法で悩んでいるわね。私は更新頻度ですかね。もっと上げたいです。黒はどうします？悩みがないことが悩みってことで。お気楽ですね。お気楽だね。お気楽ね。別にいいだろ。ほら、森次。では次の質問です。今欲しいものは何ですか？オイラは新しい冒険先で。僕は僕がやれる動画シリーズ。僕は僕自身の分身かしら。私は時間が欲しいです。次で10問目ですね。ああ、この質問は。どうした？とりあえず読み上げます。どこに住んでいるの？ああ、これは治水様、代表して答えていただいても。そうね、でもどこまで説明すればいいのか。できるだけ簡潔にお願いします。まず最初に、僕たちが住んでいるのは、視聴者の方々とは違う世界ね。僕の魔法で、そちらの世界に干渉して、やり取りをしているわ。それぞれの世界の名前は、よく知らないから。便宜上、こちらの世界と呼ばせてもらうけど、僕たちが住んでいるのは、こちらの世界の、空飛ぶ体重、コワーシピュの麓に住んでいるわ。こんな感じでいいかしらね。これ以上ない感じではないでしょうか。また機会と要望があれば、そのあたりの話をする動画を撮りましょう。というわけで次の質問に行きます。動画以外では何をしてますか？これは仕事とかってことですかね？これも姉子がやってることを最初に言ってもらいたいな。簡単に言うなら、さっき言ったコワーシピュの管理人かしらね。力を持ったこの体重が悪用されないように防衛、保全、維持をしているわ。それでその補佐を担当するべく作られたのが私たちですね。オイラはもっと前からだけどな。今のオイラは近隣の人たちとのやり取りを担当してるぜ。僕は保全と維持を担当してるよ。私は各国の調整などの事務処理ですかね。こんな感じで一人で回らないことを黒たちにサポートしてもらいつつ、空いた時間で動画を撮影したりしているわけね。こんな感じで大丈夫ですかね。次に行きましょう。こっちの世界に来たらどこに住んでみたい？オイラは割とどこでも住んでみたいな。黒は適応能力高いからね。確かにどこでもやっていけるでしょうね。僕はまだあんまりわからないけど、前に見て回ったフランスの街は良かったな。あれ現代じゃないけどな。僕は、どこかの山の中とかかしらね。具体性には欠けるが、姉子は人混みが嫌いだからな。そういう気がしたぜ。私は秋葉原ですかね。森、やっぱり隠せてないぞ。次に行きましょう。自由に住む場所を決められるならどういう場所に住む？なんか住むシリーズだな。オイラはどこにでも行きやすい場所。都市部とかがいいかな。少し行けば山があって、海があってなんて場所がいいぞ。僕は歴史的な建物が建ってるところがいいくらい。僕はこれさっきと一緒ね。人が来ない山奥がいいわ。私は電波が強いところで。森。仕方ないじゃないですか。そう思っているんですから。取り繕ってもいいんだけどな。森は嘘が下手だからね。仕方ないね。自覚があるからいいんですよ。次に行きますよ。好きな国はありますか？これは住むとかではなくって感じでしょうか？オイラはそこまで思い入れがある国はないな。僕はフランスかな。強いて言うならモンゴル帝国かしら。私は日本ですかね。だろうな。次行きますよ。宝物はありますか？オイラはこのスカーフかな。僕は特にないかな。僕は、現状の環境かしらね。私も現在の部屋ですかね。次の質問に行きましょう。生まれ直したら何になりたい？冒険家とか？僕は建築家かな。僕は周囲のこともあるけど似たような感じになる気はするわね。私は歴史学者とかに興味があります。次行きますよ。1ヶ月休みがあったら何をする？多分いろいろなところに冒険に行く。僕も旅行かな。そんなに休みがあったら虚無理そうね。結局、常に何かしらしている気がするわ。私は1ヶ月ではないですけど数日はゆっくり寝たいですかね。その後は治水様と同じく結局何かしらしている気がします。相変わらずのワーカーホリックだな。ただ休まないというだけで仕事ばかりしているわけではないですけどね。
どんどん行きましょう。一番怖いものは何ですか？切れた時の姉を。さっきも言ったけど天才が怖い。特に思い浮かばないわね。そりゃ姉子に怖いものなんてないだろうな。私は停電ですかね。次の質問です。一つ魔法を習得できるとしたら？これは治水様以外ですかね。オイラは一度行ったところに転移できる魔法がいいかな。冒険は好きだけど同じところを何度も往復したりするの大変だし。僕は座標指定で飛べる方がいいな。行ったことないところにも行けるし。あなたたち、それかなり高度な魔法だからね。そうだったの。姉子はどっちも当たり前に使うからな。そりゃそういう反応になるぜ。私は睡眠が不要になる魔法とかがあれば欲しいです。それは僕もできないけど、そんなことできるのかしらね。あくまでも欲しいものですから夢は見させてください。次で20問目ですね。無人島に行くとして一つだけ何かを持っていけるとしたら何を持っていきますか？オイラは牛かな。最悪食料にできるしミルクも出るし。僕は、よくわかんないな。これ多分転移できない前提よね。そりゃそうだろうな。それなら発電機かしらね。私はタブレットですかね。できるなら太陽発電機とケーブルもセットにしたいところです。それは一つにならないだろ。あくまでも願望ですから。次の質問です。ストレスの発散方法はありますか？寝て忘れる。あんまりストレスを感じないからわかんない。何かに没頭する。関係ないものに触れて忘れるとかですかね。とりあえず忘れるのが多いのな。忘れ方には個性がありますけどね。次の質問行きましょう。昔に戻れるとしたらいつに戻りたい？オイラは姉子と旅をしていた頃かな。あ、そっちなの？どっちだよ。昔って生まれる前の昔とかかと思った。歴史のどこかに戻れるならってことですね。それでもいいんじゃないですかね。それならこっちの世界の創世記って言われた頃に行ってみたいかな。僕も創世記に戻りたいわね。あれ、姉子なんか意外だな。創世記から現在までのこの世界で何が起こったのかを見守りたいわ。そうすればこの世界のいびつさも少しは解明できそうだし。それ姉子が不老不死のまま行く前提なのな。今の僕が行くんだもの、そうなるでしょう。それはそうか。治水様の探求心には頭が下がりますね。それでもいいわ。そうですね。私も治水様が旅をしていた頃に行ってみたいです。話に聞くだけじゃわからないことも多いですからね。そんなにいいものでもないわよ。それでも気になるものは気になります。とりあえずこんな感じだな。モリー、次の質問に行こうぜ。そうですね。次の質問です。今できないことでできるようになりたいことはありますか？また漠然としてて難しい質問だな。僕はあるよ。それじゃ少し考えるから先に行っていいぞ。僕はね、自分でも建築をできるようになりたい。いだらしいですね。治水様はどうですか？さっきの話じゃないけど、過去への転移かしらね。できるなら自由に行き来できるところまで実現したいわ。それはまた壮大ですね。黒は何か出てきましたか？まだぼんやり。森先に行っていいぞ。そうですね。私はできるだけ寝なくて済むようにですかね。森はそればっかりだね。いくらあっても時間が足らないんですよ。もう削れるところは睡眠時間しかないんです。よし、決まった。では黒どうぞ。姉子がオイラを分身させる魔法を開発しただろ。シド星の時ね。あれで今オイラの分身は宇宙にまで送られているわけだけど、あの分身をオイラ自身で自在に使えるようになりたいぜ。それも一つの方法ね。お、姉子には何かアイデアがあるのか？まだ可能性の話よ。期待はしないでちょうだい。楽しみにしておくぜ。それでは次の質問に行きましょう。残りの質問も少なくなってきました。何か一つ秘密をぶっちゃけてください。それ質問じゃなくて要望だろ。確かにそうですね。治水様どうします？それくらいなら別にいいんじゃない。むしろ僕もそれぞれの秘密を聞いてみたいわ。ということですので黒からどうぞ。秘密か。じゃあこの撮影中言いたかったことを言うか。うすうす感じていると思うが、モリーはかなりのオタクだ。漫画、小説、アニメ、幅広く手を出しているぞ。わざわざそれを言いますか？だって隠すのも無理があるだろ。こういうのは普通に言っちまっていいんだよ。私のイメージが変わってしまうではないですか。別に気にしてないから安心しろ。私が気にするんですよ。もういいです。次だどうぞ。モリーの部屋は手を伸ばすと大抵のものに手が届くよ。モリーは週の半分は椅子で寝落ちしているわ。なんで私のばっかりなんですか？今のはそういう流れでしょう。もういいです。最後の質問いきますよ。モリーが言ってないぞ。最後の質問いきますよ。ああ、はいはい。今後の目標は？オイラ自身は動画はしばらく分身の方がメインになるだろうから、しばらくは今日も話した本来の仕事の方を片っ端から回すかな。
僕は治水様に企画を認めてもらえるようになれるようにしたいよ。そのためには今あるシリーズをちゃんとしないとだけどね。それをするのは私の役割ですね。私はやっぱり更新頻度を上げたいですね。私のところで止まっている動画も多いので責任を感じます。無理はせずにね。承知しました。というわけで以上100の質問でした。やってみると意外と長いもんだな。これに需要はあるのかしらね。おいらにはわからん。たまにはこういうのもいいんじゃないですかね。というわけでこれにて2周年記念、そしてチャンネル登録者数1000人記念動画は以上になります。今後とも応援よろしくお願いします。せーの、ご視聴ありがとうございました。またね。